谷川は、東日本旅客鉄道が、上越新幹線の東京駅高崎駅、越後湯沢駅間で運行している、特別急行列車の愛称である。1997年10月1日、上越新幹線の列車運行系統再編に、伴い、東京駅新潟駅間の、朝日に対し、東京駅上野駅高崎駅、越後湯沢駅間の区間列車の列車名として、 設定された。それ以前は、高崎線、上越線を上野駅水上駅間で運行される在来線特急の愛称であったが、こちらは同時に水上に解消されている。列車名は上越新幹線台清水トンネルの真上にある谷川学にちなんでいる。2階建て車両を使用する場合は、マックス谷川の名称で運行されている。単独運転する定期列車は、 東京駅越後湯沢駅間に9往復、東京駅高崎駅間に3往復、上野駅高崎駅間に1往復が運転されている。基本的にすべて各駅停車として設定されているが、東京駅高崎駅、越後湯沢駅間を MAX 時と連結して走行する MAX 谷川には通過駅が設定されている。また、ガーラ、湯沢駅始発、終着の臨時、 谷川は、上野駅、大宮駅、越後湯沢駅のみ、停車の列車も存在する。本庄早稲田駅開業から、しばらくの間、定期列車においても一部途中駅を通過する谷川も設定されていた。また2020年3月14日実施のダイヤ改正で、前述の上野駅高崎駅間のうち、谷川472号には、本庄早稲田駅のみ通過する形で設定された。 高崎駅始発、終着の谷川は、通勤、通学列車の性格が強く、基本的に、ラッシュ時のみ運転されている。2004年8月16日から一時期、繁忙期の U ターンラッシュピーク日などには、新潟駅上野駅、東京駅間を運転する臨時、マックス谷川が運行された。この列車は、新潟駅を十数分後に発車する後続の、 マックス時と高崎駅で併合された。ただし、下り列車で同様な列車の運転実績はない。2007年3月18日より、全車両を禁煙となった。2013年3月16日より、越後湯沢駅、または高崎駅で分割、併合する16両編成のマックス時について、越後湯沢駅及び、高崎駅発着の編成を、 マックス谷川都市、新潟駅発着の編成をマックス時とすることとなった。車内販売は東京駅、越後湯沢駅をそれぞれ9時の19時の間に発車する列車のみ営業していたが2015年3月13日をもって終了した。ガーラ、湯沢スキー場の営業期間中は越後湯沢の隣のガーラ、湯沢駅まで延長を運転する列車もある。 延長区間は在来線特急扱いで特急料金不要の特例もないため乗車する場合は乗車券の他に特急料金100円が必要となる。この区間のみの指定券は発売されないほか普通列車用の規格乗車券である青春18、切符や北海道東日本パスでの乗車はできない。延長運転の本数はそれほど多くはなく、下りは 朝8時台が3本を除いて1時間に1本程度で、12時台の微美港は終電である18時36分越後、湯沢駅発まで6時間程度運行されない。上りは始発から15時台の日本以外は1時間に1本程度の運行で2時間ほど運転間隔が空く時間帯もあり、終電は19時8分があら湯沢駅発で終了する。 列車の運行されない時間帯の同区間の交通はシャトルバスが担っている。このほか2015年3月14日のダイヤ改正でデータイムの谷川が運転されなくなったため、2015から2016年シーズンと2016から2017年シーズンについては、この時間には越後湯沢駅側ら湯沢駅間のみを運転する列車が設定されていた。 開業当初はこの区間内のみを走るシャトルガーラが運転されており、最盛期の1992から1993年シーズンは下り12本、上り13本が運転された。しかし、この区間に並行する形で無料のシャトルバスが頻繁に運転されていたため利用客は多くなく、さらに東京方面からの直通列車も増えたことから、 1994から1995年シーズンを最後に運転されなくなったものである。号数はシャトルガーラ時代と同じく200号台が割り当てられ、全車自由席でクリーン車は閉鎖されていた。また、マックストキ311号と並結する、マックスタに、ガワ311号、マックストキ338号と並結する、マックスタに、 川338号のような臨時列車も設定された。しかし、2017から2018年シーズンは、越後湯沢駅側ら、湯沢駅間の区間運転の列車の運転は再び行われなくなり、谷川の運転自体がない時間帯は、越後湯沢駅からのシャトルバス等によるアクセスとなる。e 2系1 0両編成、e 4系8両、または16両編成。 e 7系1 2両編成で運行されている。e 7系で運転される列車は、グランクラスの営業も行われるが、1000人アテンダントによる、車内サービスはなく、座席のみの営業となる。2004年3月までは e 2系、2012年9月28日までは e 1系、2013年3月15日までは、2 0 0系も使用されていた。ありがとうございます。